ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、ジャッジメントカズカズさん、よっしゃ、読まれたぜ。まあ、こんなところか。上等だ。均等によくやったぜ。
任せた。ジャリンジャリン稼ぐぜ。
い。
何？
な。
吹っ飛ばす。後悔するなよ。
はあ。やってる？何？キリュウ君。よう、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか。任せられません。桐生さん、
あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください、桐生さん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。なんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を東条会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。
だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ。せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て。西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。
おい、
金欲しいって。それはワクワクですよ。許してください。それじゃあ、はい、うん、そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。王子様みたいな人がいいです。え？優しくて背が高くてハンサムで髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなーなんて。俺もや。島さんに分かってもらえるとは意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて、やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや、23です、うん、そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私中学高校大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかしてやっぱり私、接客でみんなの足引っ張ってたりしますか？この際ですし聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。
うでしょうか。ああ。急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか。ん？いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで少し驚いただけです。ありがとうございます。でも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か。いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。え？白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。真島さんがそんなこと言うだなんて。ん？いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。どうしちゃったんですか？まったく。ちょっとドキッとしちゃいました。はあ、一生の不覚です。どこがですか？そうやな。何ですかそれ。おっさんだなんてひどいです。せめておばさんにしてくださいよ。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけですから。恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くんに鈴木くん、それに田中くん。付き合ったら普通名前で呼びますしね。勉強になります。真島さんすごい。そうですね、粛々と頑張ります。
っしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも。盛り上がっていきましょう。よろしく。ようこそ。また来たで。お待ちしてました。退屈やな。素敵です。よろしくお願いします。いいねいいね。いらっしゃいませ。めっちゃ嬉しい。お願いします。なるほど、最高や。アイス交換いたします。お願いします。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。素敵だよ。いらっしゃい。面白いですね。どうぞ。ご延長はいかがでしょうか。盛り上がってきたわ。ありがとうございます。ようこそサンシャイン。お願いします。楽しい。盛り上がりましょう。いまいちか。さあ、ふざけんなよ。お引き取りください。いらっしゃいませ。また来たよ。ごゆっくりどうぞ。お願いします。うんうん、よろしくお願いします。いいんだね。おしぼり。ありがとう、野島さん。嬉しい。ありがとうございます。どうもお願いします。楽しい。レディースグラス作りました。はい、マジマさん素敵です。いらっしゃいませ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。こちらになります。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。サンシャインへようこそ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとう。盛り上がってきた。
ご延長はいかがでしょうか。こちらになります。ようこそ参加。よろしく頼むよ。調子乗ってんなよ。申し訳ございません。ようこそサンシャインへ。すごいタイプだよ。面白いね君。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございます。ございました。
はい。
と一緒に楽しいとこ行かへん？財布置いて消え去るぜ！やるんか？何やって？邪魔や。
おい。Ugh.
え。はい。
て。いらっしゃいませ。
マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるやろ。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうこと。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。
ございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷の何や、ダチか？俺はダチあらへん、西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろしな。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。まじま言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？あ、ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや？さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんもあいつがガキン頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？
万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底。なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず一年もだ。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この環境が何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金の役めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せよ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカめったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけどこの胸クソの悪さを
リングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ああええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単にいくとええけどな。ま、安城頼んますせ。さあそれでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマVersus Goro Majima. さあ時間無制限、ルールなし。 Ready Fight.
果たして2連勝なるか。さあ時間無制限ルールなし、レディーファイト。快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限ルールなし、 It's showtime。
て。こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいんや。あんたも約束を守ってもらう。分かっとるよ、ついてき。汚い川の底に穴井なもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えへん方がいい。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに川見る影もないほど殴られて体はナイフでめった刺しや。会社は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったんやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。
あ、お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんどこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。したんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島くんに会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもケリつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で腕中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。あ、誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島くんでもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買ってきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。
わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。本当もそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじごっつい期待してしまうで真島くん。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやの。お望み通りとことんしばき倒したる。Yeah!
さすがや。わし、ますます真島君に惚れてもうた。あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えば、ええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急に真っ当なこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東条会の直系組織や。東条会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東条会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁、世良勝や。世良勝？数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東条会の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父。島野っちゅうと東条会の島野かな。なあ、世良も島野も東条会や。ほんなら東条会ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東条会の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東条会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東条会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるよ。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。そやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東条会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど
誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園？まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃん、逃げや。西谷。なやねんな。おちゃん。お前。リリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんていうもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。ハンタラ殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。じゃないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンダラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞど
死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ、でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが東城会の直系組織。東城会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東城会や、堂島組の人間やった。じゃあ東城会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや、西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。
いろいろや。はあ。で、登場会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ？椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。はあ。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ？行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。な？なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった。どうした？そんなに俺と一緒にいたいのか？